今日は皆様も気になっていらっしゃったかと思うんですけれども、こちらの EHEV エアーの走り、ガソリン車との違いについて、それからもう一つはエアーとスパータでの走りの違いがあるのかどうかということについてをご紹介していきたいと思います。はい、で今高速道路入りました。で、まあ、今下道もずっと走ってきたっていうのもあるんですけれども、まずガソリン車と全く異なります。で、乗り心地はもう完全にスパータと同じです。で、なんでそんなことが言えるのかっていうことなんですけれども、事前にちゃんとサスペンションも形式を確認しています。で、ガソリンのサスペンションは 3T0 という形式だったんですけれど、この EHEV に関しては 3T2 になってました。やはりなので、プレミアムラインとスパーだと同じサスペンションになっていると、まあ、いうことになりますので、基本的に走りという意味においてはエアーの、あ、今までのスパーだとプレミアムラインの EHEV と同じです。ほぼほぼやっぱりアコードのような、アコードではないです、アコードのオーナーさんにはすごく失礼な発言だったのかもしれないんですけれども、まあ、もちろんアコードね、もうちょっとこうスポーティーで力強い走りで、かつ車重も違いますので、まあ、スポーツモードもついてたりとか、あとは電子制御のアダプティブダンパーがついていたりとかもするので、さらに上級な走り味になってるんですけれど、まあ、それに似たようなスポーツサルーン、ホンダのスポーツサルーン、まあ、シビックに似たような、そういった走りをしてくれるっていうのは、うん、やっぱりこのエアーであってもやはりその辺はしっかりと持たせているなっていうことをすごく僕の中でも感じるところになりますんで、まあ、足回り16インチは、まあ、僕個人的な、まあ、人それぞれ少し見解が違うところもあったりするとは思うんですけれども、まあ、16インチって、まあ、扁平で言ったら、まあ、60なのでね、あまりこうスポーツ性にこう適さないような、どちらかというと乗り心地重視ということになってくるわけなんですけれども、まあ、そういった意味で、まあ、乗り心地はすごくいいんですけど、走安性という意味においてはやっぱり少しタイヤの、ね、バタつきっていうのも高速領域においてくると、まあ、出てきてしまうので、やっぱり55の方がよりダイレクトな走りで、なおかつ高速道路に関しても低扁平な方が当然車の走りという意味では安定するんですけれど、まあ、そういった意味ではちょっと違うんじゃないのっていうね、ところもあったりします。だから60にすることによって、16インチの60にすることによって乗り心地は大幅に改善されるっていうところは、まあ、常識的な話、一般的な話においてももちろんあるんですけど、まあ、そこは当然高速道路こうやって今乗せていただいてますけれども、全然バタつき感というのもないですし、やっぱりしっとりしてる。で、ある程度車速が伸びている領域においてもやっぱりね、しっとりしてます。まあ、それは、まあ、スパーダ私自分の本命の車でっていう、まあ、こともあって、ちょっと過剰評価しすぎているところも、まあ、見受けられたところもあったというふうに思われている方もいらっしゃるとは思うんですけれど、このエアに関してもやっぱりスパーダと同じです。まあ、当たり前なんですけど、キャラが違うとかついてる装備が違ったりとか、まあ、するぐらいなので、基本的な乗り味というのは変わらないかなとは思うんですけど、やっぱり乗ってみてもそこの基本的な乗り味っていうのは特には変わらない、スパーダと同じような好印象な、特にこうバタバタしてね、こういうレーンチェンジのところなんかでもそうなんですけど、まあ、路面の、アンジュレーション、まあ、こうやってうねりとかこういった、少しこうこの車線のところが盛り上がったりする、そういったところを盛り上げた時にステアリングが少し取られるような感じがあったり、ワンダリング現象があったりっていう話をしたんですけど、それはねないです。やっぱあんまりない、うん、今日、まあ、路面によって全て路面が同じ形状してるわけじゃないので、まあ、路面によってはやっぱりこうアンジュレーションが起きやすいところっていうのも、まあ、もちろんあったりっていうのはあるわけなんですが、でもかなり高次元で抑えられてる。で、あとね、空気圧の影響っていうのもやっぱあったりします。当然、まあ、そこも結構シビアにはなってくると思うんで、まあ、コンマ1コンマ2ぐらいじゃ変わらない、こういった一般道では変わらないですけど、
でもやっぱりコンマ5ぐらい変わってきてしまうと結構な違いが出てきてしまうんで、ハンドリングで。でこういったところもそうなんですけど、ガソリンはね、今一つここが軽い動きというか、自分の運転が楽しくなったかのような、爽快な走りをしてくれるっていうイメージがなくて、アジャイルハンドリングアシストついてないんじゃないのっていうお話をねさせていただいたんですけど、あでもやっぱりこっちのエアーに関しては全然いいです。やっぱ旋回性もすごくいいし、この頭の入りもすごくいいし、走りとしてはすごく軽快だし、これはねすごくいいです。で今ちょうど加速、エンジンの遮音性能に関してももうスパーダとプレミアムラインともう同じです。全然音が静か、クリアだし、でこうやって巡航してる時っていうのは特にエンジンの稼働してる音も全く聞こえてこない。でエンジン自体のこの出力の伸びっていうのもやっぱりこっちの EHEV はスムーズです。で以前のスパーダ RP5、まあ、私今乗ってる車なんですけど、あの車もすごく出力としては変わらないんですけど、ちょっとね特性が違うかった、ピックアップがねいまいち悪かったっていうのがありました。これはノアボクシーの第5世代の THS2 との比較でっていう話もさせていただいたんですけど、加速するときはいいんですけど、こう中間加速こうパッと踏んだときにちょっとねワンテンポ遅れるっていうのがあるんですよね。今これちょうどメーター今チャージですね。でここからパッと踏んだときにここの立ち上がり出力が今一つワンテンポ遅れる感じ、レスポンスがいまいちこう悪いっていうのがあるんですよ、やっぱ。そこが先代の RP5 ってちょっとやっぱりあったんです。その辺がちょっとこう今一つピックアップが悪いよねっていうところがあったんですけど、その辺はなんか程よくで、今イコン入れてる状態なんで、じゃあイコン今度切って走ってみようと思うんですけど、まあ、この辺のねピックアップ、まあ、ただそうですね、パッと飛んだ時に、あでもなんかこうエンジン直結、だいぶスムーズにはなりました、やっぱり。結構すごくピックアップが良くなったよねっていう感じではないんですけど、こう中間加速っていう意味ではでもかなりスムーズになったような気がします、どちらかというと、その辺はちゃんと進化している部分っていうのもあるとは思うし、まあ、こういったもう巡航しているところなんかですともう十分こういったアクセル回路ちょっとこう開けたところですぐにこう落としてくれるっていうのはやっぱりこのイーコンオンオフにした時のやっぱこの違いっていうのがあります。やっぱりエンジンの二面性っていうのがやっぱりこのあるようになってます。燃費走行したい時はイーコンオフだし、スポーツドライブした時はイーコンオフみたいな感じで、スポーツドライブスポーツモードっていうのはないんだけども、このイーコンでその辺を EHEV に関してはカバーしてくれるっていうところがありますんで、まあここでオフにするとまあスポーツドライブみたいな、まあそういった感じになるかなと思います。一つスパーダと違うところは何かと言いますと、この B モードにしたときにこの減速セレクターがないです。だから B モードしかね使えないっていうことです。ここが結構違うところです。これエアーとやっぱりちょっと差別化が図られている。 EHEV であっても乗り味は差別化っていうのは全然ないんです。走りも差別化っていうのはないけれども、少しこう細かな装備のところでこの B モードで減速セレクターっていうのがない。ここのところにこのボタン式のセレクターになってるんで、ここで減速モード減速セレクターっていうのがつけれないっていうのがあるんで、もう押すだけになっちゃう、まあ、その辺がちょっとあったりするんで、高速道路を走る時のスピード調整という意味においてはちょっとこうやりにくさっていうのがあるかもしれないです。あそこはやっぱりスピード調整したいっていう方にとってはやっぱりスパーダの方が僕はいいかなって思ったりするし、気持ちよく走れるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしましても車のこの素性そのものに関してはエアであっても素性そのものはガソリンとまず EHEV というのは全く違うものになっているということです。もう完全にホンダはもう EHEV を進める方向で
今回車を作ったっていうこともすごく垣間見れるところですし、でスパーダとエアーとの違いは何かっていうと、走りの違いっていうのはないです、特に。ただこういう細かな装備、走りの装備っていう意味でもそうなんですけど、細かな装備っていうところでやっぱりスパーダと EHV とで、アスパーダとエアーとで少しこう違いがあるというくらいなんですけれども、でももうそこは好みで選べばいいレベルなのかなっていう感じなので、特に優劣っていうものはないのかなということを、まあ、今回こちらの車を乗せていただいて、まあ、すごく感じたところになります。はい、今日は、ETC ゲート ETC が使えるようになりましたので、まあ、ETC を通過していきたいと思います。はい、はい、ってことで今日はこちらの新型ステッパーゴンのエアーの EHEV、 こちらの方の高速のインペーションということで、ガソリン車との走りの違い、またスパーダとエアーとの走りの違いがあるのかと、まあ、いうことで今日は走りのインプレッションをさせていただきました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っております。また最近では車のガジェット系のレビュー等も行っておりますので、ぜひそちらの方も興味がありましたらよろしくお願いをいたします。